はい、皆さんこんばんは。どうも、ゆるたです。それでは、月曜ホラーですね。ライブ配信やっていきたいと思います。ということで、そうですね。早速やっていきましょうか。デッドババア、そうだね。一応18禁のゲームなんで、なので僕、視聴ができるのが、18歳未満はなんとかっていう風に出してるんです。一応ね。18歳未満は、一応見れないというか、制限はかけてないんだけど、視聴の方をね、一応許可制的なやつにしてたかな。そう、結構ねホラー要素強かったりとか出血とか多いんで、まあ苦手な場合はちょっと画面をチャットの方に向けてラジオ感覚で聞いてもらえるといいかもね。ただちょっと悲鳴とかがね、ヘッドホンとかしてるともろに聞こえたりするんで、はい、あ、です、それが正解だと思います。まあまあ、でもまた違う配信もするんで楽しみにしておいてください。お疲れ様ーす。いやいや、全然大丈夫ですよそうよ、これ18禁よいや、それ言ったら、バイオハザードも、一応、Z バージョンじゃないから18禁じゃないけど、僕がやってる仁王とか、結構ね、このあたり、ウィッチャーが特に同じだね。まあでも、バイオハザードも17歳以上だからね。D 指定だからね。そうなんですよ。結構ね。なので、実際にデッドバイデイライトやってる人は僕は18歳以上っていう風に。そうなんだよ。18歳以上って勝手に決めてやってるんでね。お、課長。ドワイト課長。ちょっとどうしたんですか？それっすか？いやで、有能な照明をつけてないとなると、結構パークは、走る感じかな。いやすごい、ゴーストフェイスか。いやいやいや、ゴーストフェイス足速いからね。そんな脱出になってもあんまり意味ないんだよね。映った。その、なんだろう、心音がちっちゃいキラーだからさ。しかもこう画面でこうやって見てると位置バレるしね。闇の方向でね。ナイス。っていうことは多分、サキサキさんがチェイス中かな。まあ、僕のは、探知系のやつはつけてないんで、どういう動きしてるかが味方は全然分かってないんですけど。まあまあまあ。とりあえずね、ゴーストフェイスはしっかりね、対応するのが大事かな。うまい人も今うめえからね。いやー、にしてもめっちゃチェイス頑張ってるね。音だけが永遠と聞こえる。いった。どこ吊るすかな。
そう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 。カバー回りますか。いやーでもナイスチェイスだね。チェイス時間長くなってるね。ナイスナイス。ゴーストフェイス長引かせてくれるとさ、複数人管理するってあのキラー難しいんで、実は。一人うまく潰していくっていうのがね。あれは。ナイスチェイスだったね。やっぱ見るよね。ああ、いたね。リョーワイトさんがね。やばいな。あれ多分、ですよね。問題はその、あ、ごめん。仕掛けか。そう、どうやってね、巻くかっていう感じなんだよね。あやつ、結構難しいんだよね。足もさ、普通のキラーっていうか、速い方だからさ、そのあたりがね、結構大変というか。そうそう。来る？あ、やっぱ見てたね。あ、いい感じに溜めてるね。やばいな。先崎さんチース長めにしてたから確かに。画面はずらす。基本的にゴーストフェイスは一回死人したらですね。だから今で言うと、先崎さんはあれ結束つけてる感じかな？最近の流れ見てるとね。あまり見すぎないというのがね、大事。紅葉入ったかー。サキサキさんごめん。カバー遅かったかクローデットを狙ってたって感じだったね、あの動き方はね。あれはまだ溜まりきってないね。で、例えば見ていいタイミングで言うと、こういう風に他の人とチェイスしているとき、は、狙うと、見てるといい。その、ゲージがたまらなくなるから、
さあ、ドワイトさんがチェイスしそうな気はしてるんで。で、ちょっとね、三つ目さんにはちょっと我慢してもらいながら。まあ僕、ノーワン食らってもいいんで、ここまでちょっと仲間助けてる。で、近くにいればいるほど僕はボロタイ発動するしね。ういナイスチェイス。いやー、サキサキさんが最初チェイス引っ張ったね。でかいなー。ここ。一応ね、念のため。ほい。はい、りょうさんこんばんはー。おお。見るよ。はい。ありがとうございましたー。おう、ゆうさん。やぐらエスプラ級の政府の線まで行って、今日やったらパリ、あー、それ辛いね。バケやりました。まあ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 、そういう時もある。結構あれ、大変だよね。いや、でも、サキサキさんだいぶマークされてたね。もしかしたら僕が助けるタイミングは悪かったかもしれない。あれは。代わりに攻撃受けてチェイスするべきだったね。いやー、にしてもこのヘッドホン式も、ヘッドホンのマイクも味考えもんやなぁ。どういう操作で音が入ってるか入ってないかが実はよく分かってなくて、このマイク。テストしないといけないんだけどね。なかなかよ。いやぁ、二つね、たまーによ、でも。よっぽど、まあ、発電機3つと救助2回と、あとよくて、チェイスだろうね。まあ、この3つしないとなかなか2つって出ないもんね。よっぽど、その時運が良かったか、っていうぐらいかな。いや、なかなかむずいよね、2つってね。このゲームなんだかんだね。まあ、何をしたらポイントがもらえるとか評価が上がるかとかいろいろあるけど、まあ、できるだけあと1回で X 行くのに救助やね。ねえだけどマイク上げるとき歌集って音入りますよね。あ、やっぱ歌集って音入るんだ。ゆずさん頑張れ。やっぱ歌集ってなるっちゃね。あと1回か、いいね。エコー入ってるみたい。あ、エコー入ってるみたいになるか。いや、もうそれはチェイスと全量が苦手。ごめんなさい。まさかの、いたんだね、同じところにね。あれ、確実に味方はめたもんね。やーべえやーべえ。パッと見、クローデットだから、サキサキさんかなと思ったけど、違う人だね。チェイスト全量はやばいよね。はい、ルポさん、こんばんは。いらっしゃい。顔だけ出てたんだけどね、今ね。箱大事やなぁ。あー、ってことは、キラーは多分、イヤープレイかなんかしてるかな。耳だいぶいいね。あのタイミングでこっち来るってなかなかやと思うよ。こうか。いや、危なかった。危ないね。頑張らんとね。ピーピーって言ったから、なんか泣いたんかなと思ったけど。まあ確かにあいつはチェーンソー泣かしてるけど。
頭だけね。いやでもあれでなんとかごまかしたからね、髪の色でごまかした感はあるな。さあ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 、みんなどんな感じかな。にゃあ。いやーでもガン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 やね、あのキラー。さ、おお、そっちいたのね。超高速移動でこっち来るかなあ。ちなみにトーテムも壊しておくと発電機回さなくても、なんか 0.3 とかそれぐらいだったかな、なんか発電機回した時と同じぐらい評価もらえるらしいんで。ん？あ、マジでチェーンソーだった、今一発だった、やべえね。さあ怖いのはバベチリ持ってるかどうかだな。離れてれば離れてるほど見えるからね。で、お、ナイスフォロー。回す。回さないとね。このゲーム回しなんぼなんで。は。吊るすね。いやーでもチェーンソーうまいね。そう、結構これ聞こえるのよ。さあしっかり蹴ってく。来た、経線経線。よしよし、行け行け、あっち行け行け。よし、そこで直す？やべえぞ。そこでそうだよね、そうなるよね。あれ消し持ちかな、もしかしてどっちだろう。おっしゃやが X 行きました。おお、おめでとう。ナイス、消し持ちやね。逆に回復させておかなくて正解。でもな、だいぶ危険だよな。おめでとう、 B アクセントアクセント B ののバチバチ。その消し使うタイミングをだいぶ考えないといけないけどさ、このチェイスの時の消しって結構リスク高いからね。もう一人味方がいるとかさ、なんかカバーが入れれば一番いいんだけど、意外とむずい。B アクセントアクセント B の、まあただキラースタンのポイントがもらえるんで、そういった意味ではポイントになっていいなーっていう感じだね。さあグレート引いていく。グレート取らんとねー。さあ出口はこっちかな。いやー絶対見るよね、キラーね。発電機回せ。はい、よし、回そう回そう。あ、山張ってますね。山張っちゃうか、キラーさん。ってことはノーワン持ちかな、あの動き、もしかしたら。こっちに来たら、こっちに来るといいな。
伊豆山万歳、ウォシュハンズ。ノーワン持ちっぽい。かんね。いや、そう、心境的にやっぱそうなるよね。ありがとうございます。P、アクセント、アクセント、P の。こっち。無理か。おい。ああ、離れてくれんか。離れんか、離れてくれたらな。やっぱライトむずいよ、当てるの。ほい。人々のために欲しいね、こうなってくるとね。来ないの？来ないの？キラーさん、キラーさん、かたくなに。あ、今た、あー、いないか。じゃあいっか。そう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 、そう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 。で、どうだどうだ。よしよしよし、来た来た来た。来るか来るか。俺消し持ちだから全然いいのよね、正直ね。いいよいいよいいよ。さあどうする。どうするかな。成功するかな。はい、ありがとう。よし、いやー、よかったーノーワン持ちじゃなくてよかったー。ノーワンだったら無理、もう助けいかない。いやーね、あのキラーであの心境わからなくはないから。ノーワンだったらあんな粘れんねー。いやー、ナイスナイス。デッドバイの時のエルザさん、心なしか、ごわだかい。声高いね、テンション上がるかいやろね。いやー、ある意味、ちょっとサイコパスかもね、そこら辺はね。テンション上がるって、もうよっぽどやと思うよ。いやまあでもね、確実にね、ちょっと味方、いやー、助けれてよかったね、この人ね。結構さあ、そうだね。あの、三つ目さんとかがすっきりやめれるように、ちょっと、頑張らんとね。マジで、ここでね、ここでやられるとね、意味がないんでね。さあ、目立つネアさんは、チェイスかな。アンダーバー、T 右矢印、グサッ。グサッて。でもね、あの、キラーの設定はね、あの、人間の感情全部取られてるからね。ただ追いかけるだけっていう風にエンティティに取られてるらしいんで、人間性を。やっぱネアさん、それ目立つって。やっぱそれ目立つよ、ネアさん。いや違う、あれはネアじゃない、誰になったっけ、フェンミンか。いやーですよね。てかレースか、また
やっぱあれだね、音沙さんの影響でレース増えたね。増えすぎやね。ってことは、あれかな？板破壊とか早くなるやつ。あー、ちっかー。しかも血族に移ってないと見る。デッドバイデイライトってキャラにストーリーとかあるんですか？ありますあり第ま5す。人格でストーリーあったんで気になって。一ミ応ンマイナスワン全員。ダーバーマイナスの比例罫線半濁点両半濁点罫線属するムサ。やめろやめろ、暗号みたいになっちゃう。 一応全員ストーリーあります。オリジナルキャラとかもあるんだけど、ストーリーが全員読むことができますね。誰だったっけ？キラーで言うとっていうか、キラーのハグ？骨だらけのキラーがいるんです。骨っていうか、ちょっとそういうキラーがいるんだけど、そのキラーに関してはね、結構変えてある内容はえぐいっす。あ、重症化がついてるか。あ、これはちょっとやばそうや。あそこやね。よしよし。いいよいいよ。音がしたんでね。心音がするとできるだけ。第5人格ではサバイバーが基本悪いことしてて、キラーが普通の人とかだった。え、そうなの？マジか。でも、なるほど。そういう感じなんだ、あれ。デッドバイデイライトはもう全員、ちゃんとありますね。ハグにストーリー関がある。しては、キラーのハグに関しては、村の女の子だったんだよ、ハグってキャラクター。で、結構ね、村でも普通の子で、いろいろと、諦めやがったぞ。マジか。いや、それかギリギリか。ね、ある日、その山に、水汲みかなんかだったかな。なんかそういうのを行って、その雨が降ってる中だったから足場が悪くて、なんかね、足滑らしたみたいなんですよ。ね、その足滑らせて、意識が遠のいていく中で、ちょっと殺人鬼集団というか、そういうのに捕まってしまって、拷問受けて。結果、特性というか、特殊な体だったみたいで、生き残ってしまって、その殺戮の心だけが残ったという設定になってます。そういうふうにキラーのね、オリジナルとかに、あとは映画のキャラももちろんいるんで、映画のキャラに関してもね、言えば、ちゃんと、設定がね、そのまま来てますね。デモゴルゴンとかで映画のキャラクターなんで、シェイプ・ジェイソンに関しても映画ですね。面白み。意外とね、結構ストーリーはリアルっすよ。で、スピリットの女の子はリンちゃん。なんでリンちゃん、リンちゃん呼ぶのかっていうのも、山岡リンっていう名前で、鬼のキラーがいるじゃないですか。鬼の、実は子孫っていうか、っていう設定だったかな、確かね。だから刀持ってるし、みたいな。なんで日絵本文人な字のかすも、べての、いい、なるほど。結構つながってますね。それこそオリジナルキャラで言ったデススリンガーか。デススリンガーもオリジナルキャラ。今もう見なくなったね。銃をバンバン撃ってくるキラーはね。まあ、怒りで撃って近づけるっていうやつなんだけど。あと、ゴーストフェイスはスクリームだね。まあ、有名なやつ。
結構ホラー好きは知ってるのがいいかな。ねえ、ドクターとか、その、いろいろオリジナルキャラに関しては、一応元になった原作の映画があるらしい。ちなみに、ピックっていう豚の仮面をかぶった。キラーを借金まみれにして、妻を奪ったりしてました。やべえな。マジで。結構あれだね、中国人の会社は、やばいね。その発想は。ちょっと待った。どこで釣る？いや、あの長さは、やっぱ地下だよね。意地でも運びましたっていう感じが。どこがいた？いや、ちょうど見てなかった。ちなみにキラーはゲートを開けられるとボーナスが減りますなので、正直ゲートを開けられるっていうのはキラーにとってかなりきつ苦痛ですね。元ネタがあるのか。そうそう、一応全部元ネタがあります。ちょっと待って、やっちまった。いや、意地でも動かない怪獣だね。どうしよう。三井さんごめんごめん、ガチャガチャなった。はい、ついてるんでね、深手で追って出てくれればもう OK、 もうそのまま出てもらって OK。 そのキラーの元妻はサバイバーの医師に手術中に放置されて死んだりやべえな。なんかそのゲームはしなくてもそのストーリー聞くだけでもそれはそれで面白そうだな。ですよね、僕絶対吊るしたいよねいやいやいや、もう危ないからね。もう時間的に走っても多分ギリ間に合わないかな、助けられた後ね。さあ行きなさい行くのです。1 2の来たマジで。えい、わら、やべ、来たのはいいんだけど、俺これ間に合う？間に合うの？いやーやめてーやめてーやめて。よしよし、やめて。ただ消しはもう使えないの。ギリギリ時間間に合うかな。どうかな。どうだ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 。よし来たやったー、ナイス。いやー、ナイスナイスいやー、よかったよかった。これ多分もう一人最初の人生きてたらだいぶ違っただろうね、展開ね。いやー、ぶねかったー。半濁点プラス半濁点 O P 半濁点 O 半濁点 P O 半濁点。お米も一個きたね。ナイス、すごい。いやー、消しからがいいね。で、出はいままで使えねえ使いに行ってたけど、助けられた後出口を見失ったわ今回僕もちょっと出口見てなかったんで先に確認したのはでかかったね。あれキラーが一番腹立つ出方やなね。なんなら一人はもうほぼ助け来ないだろうで確定だからね。さあ
今回はドクターでもう一回やっていきましょうかね。見えない。見えない。ってなると、1、2、3、4。あそこ破滅あるか。ってことはあれ壊されるとちょっと厄介だね。ってことで、ポン。いた。なんなら走っていきましたね。なんで？なんで来た？ さあさあ、追っかけっこ。さあ、向こうで焦って走った。間違いないね、その動きはね。いや、いいね。まあ、一旦無駄に使ってくれる分には。あ、ああ、ミスるー。ミスるねー。ねえを取るよ、しっかりと。いやー、しくったなー。ちょっとチェイスしすぎたなー。まあいいや。ここを壊す。吊るしたら次は？あ、こっちじゃないな。今のはちょっとやりすぎたかな、早めに。ぐるっと回って、ここ直ってない。これも壊しとこう。お、ナイスだね。さあさあ。あら、違う、君じゃない。ってことは誰か間違え、あ、いたね。見えてないふりして。あ、チェイス自信ある。あー、この子はね、1段階早めにしとかないと結構後々きついのよ。はい、さあ次。この子全回復してると人々のためにっていうパークで1段階強制的に回復できるのよね。めっちゃ強いパーク持ってるから、確実にできるだけしっかりと一発は削っときたい。そっちじゃないね、こっちやね。こっちに。意外と。お！当たるよ。さあさあ、追っかけっこしよう、追っかけっこ。左。また内側回る。そしたら。そうだよね。いた、あると思うでしょ？はい、お疲れさーん。じゃ、地下へご案内。まあまあ、まあまあ、ちょっとね、ゆっくりしていきなさい。ゆっくりね。もうね、2分ぐらいちょっとね、まあ、待っててくれれば。はい。じゃ、次のお客さん連れてこないとね。さあ、蹴る。もう破滅はないんでね。いやー、根気よく直すねー。さあ、ザリーナさん。お？おー、へえ。で？って思うでしょ？タイミングがちょっと悪かったね。こうなると。
いた。ごめんね、君をかばってる間に破滅1個持ってかれてるんで。あとちょい。いやー、いい感じに当てられたねー。はい、届く。どこ吊るそっかなーってなったらパッチカだよね。でも、決死持ってそうだよね、この感じ。お、持ってない。いやいや、だからね、長居しておきなさいって。ちゃんと、地下に。さあ、ここかな。はい。さあ、2回目。いないか。ここね、結構さ、遠いのよ。はい、終わり。どうかな。ギリいけない？多分ギリいけるね。はい、じゃあお二人いらっしゃい。さあ、どうでしょう。いやー、いいね。いいね。走っていった。はい。見えてるよ、ちゃんとね。ちゃんと。おお。逃げたつもりかな。いい歩きやったね。あ、しかもハッチも見つけた。はい、終わり。ちょっと遅いのよ。煽りのつもりで、しかも、ちょんちょんってね、やったけどね。で、しかも、ハッチは我の手にありと。いいの？はい。おい。いいのかな？いいのかな？おお。はい、先っちょ当てて。いやー、ちょっと今日お客様回転が早いねー。いいっすねー。今日売り上げはたんまりもらえそうだね。でね、ちなみに、運ぶときに落とす可能性はあるんだけど、おお。はい。あはははうい、止まった。知ってる。はい、間に合わない。あっちでしたね。さあ、ちょっとね、お客さん、ちょっと満員になりそうなんで、今回は、ちょっと外でお待ちいただいてもよろしいですかね。もうね、正直、発注の場所分かってるから。発注の場所分かってるからね。もう無理っしょ。さあ、下も行きましたね。そこいるよ。知ってるの？ 知ってる。君ここでわざわざ狙ってた子だよね。はい、終わり。
さあ、じゃあ最後のお客さんは地下へご招待。いや結構ねガンガン治してくれるんだけど、ドクターの場合ってああやって無理やり救助に来る人が絶対出てくるのよ。ねえ、そうなるとこっちの思うツボ。さあホリデーの集いと。いやーいいね、いい売り上げでしたね今回はね。いやーよかったよかった。さあ皆さん満足いただけたんじゃないかなと。いやー強いねやっぱね。まあちょっとね週発電機なかったんだけど、まあねサバイバーからかすると、ハッチを壊したのはたまらんやろうな。さあ、チャットを見ていきましょうかね。いやー、右目と左目、右目。そうだね、匠の音やね。いや、パソコンか、いいね。ねえ、棒読みちゃん。棒読みしてほしい。それちょっとやばそうやね。放送禁止になるかもしれんね。いや、ほんと楽しいね。キラーはサバイバーより難易度が上がるんで、なおさら、ちょっと喜びが。いやー、スナブラでスナイプ。おー、ほんと、スナブラできるんだ。すげえな。ホンダ翼レベル。いやいや、楽しいよ。あー、お疲れさーん。いや、結構ね、なかなか、言うね。ミスしてきたね、クソ。あ、いやいや、泣かずにね。いやー、難しいな。GR でも絶対、はい、お疲れさーんって言いそうやね。いやー、地下はね、特等席やかいね。あ、言うじゃないやろ。旗よくか。懐かしいね。でも、基本、地下に釣って、引っ張ってこれるのが一番いいね。そうそう、煽りやつほどね。で、しかも最近、板を倒すタイミングがだいぶシビアになってきてるのもあって、結構大変なんですよ。あれ、あんまり狙わない方がいいね。ということで、また次回お会いいたしましょう。ほんじゃ、またな。